はいえー、では時間になりましたので、えー、始めさせていただきたいと思います、えー、今回はですねこ、はいえーまあ、今年の弁理士の論文選択科目、えー、民法の本試験分析会を、えー、行いたいと思います、はいえー、担当はですね、えー、この民法の選択科目対策講座、えー、こちらの担当しております、えー、弁護士の孝谷と申しますよろしくお願いいたします はい、ではです、ね、早速です、ね、今回、便、え、利、ー、士のです、ね、論文選択肛民法の方を解説してまいりたいと思います。はいえー、まずまああの中身に入る前にです、ね、えーまあ、今回のレベル感とかです、ねまあ、そのあたりをちょっとお話ししたいと思うんですけども、えーまあ、非常に基本的な問題が出たかなというところではありますね。はい えーまあ、最近の弁理試験のこの民法の試験傾向としては非常にやりやすいというか、まあ、解きやすい問題が3年間ぐらい出てます、ね、今年もそうですし去年も一昨年も、えー、そうでした。はい、その前はです、ね、非常にもうあの細かいような問題が出まして、まあ、正直、ですねちょっとこれなかなか難しい 民法をおすすめできなないいいんじゃないかとと思っていたたころはありまし34年前は4年前ですね4年前ぐらいはちょっとですね予備司法試験とかあると思うんですけどその民法司法試験とかでも出ないような細かい重箱の隅をつつくような問題が出てちょっと正直これ受験生におすすめできないかなとは思ってたんですがおそらくですね試験員もそこ反省したというところで最近はすごく基本的というか えー、基本的だけど、まあ、私はこれでいいと思いますあのいい問題がすごく出ている、まあ、つまりその勉強した人はちゃんと取れるし勉強してない人は取れないっていうあの非常にいい問題が出てると思います、はいえーまあ、選択科目ですからね、まあ、皆さんあの特許法とか、えー、特実、印、ま、象、あ、こちらに時間を割かれて、えーまあ、選択科目ってなかなかできないと思うのでもうこの、えー、基本的な問題で、まあ、私はいいと思ってますはい、えーまあ でですのでちゃんと勉強している人が取れて勉強してない人が取れないっていう問題であれば非常にいいかなと思っていますで。今回は勉強していれば確実に取れるような問題だったので非常にいい問題だったなと思っております。はいまあ、レベルとしてはです、ね、難しくはないですね私の選択科目対策講座を取っていただければ絶対に解けるような問題ではありました。はい ではですね、早速中身にちょっと入ってまいりたいと思いますけれども、はいえー、今回はですね、まあ、改正法の論点ですね、あの賃貸者契約の賃貸に至る地位の移転というところが問われました。はいえー、非常にまああの基本的でいい問題というかね、あのーまあ、勉強してれば取れるよっていう、ね、問題でありました。はいでまあ、ここはですね、あのーまあ 去年は債権上等改正法の論点問われたんですけども今回もこの賃貸に至る地位の移転という改正法債権、まあ、法がかなり改正されましたけどもそこが問われましたですので今後何年かは改正法のところが問われるんじゃないかとは思ってます、はい、去年は債権上等今回は賃貸に至る地位の移転 次回はちょっと分かんないですけどもあの、まあ、改正法の論点をちゃんと潰していけば取れるかなというところはありますね。でまあ全体的な印象としてですねあの論点っていうところはあんまりないかなっていう感じですね。あのまあ、この賃貸に至る地位の移転というのはですね昔はあの判例があったところで判例の論証っていうのを書かないといけなかったんですけども。 今はもう条の2っていうね、まあ、皆さん法文書をお持ちであれば見ていただきたいんですが605条の2とか605条の3とか、まあ、622条の2とかね、まあ、そういうところが枝盤で入りましたんで、えー、もう判例っていうよりはまあその条文書けばいいだけになったんですね。はいえー、なので非常にまあ簡単というかねその論証を覚えてなくても解ける問題ではあったので非常にいい いいというかまあ,あの受験生にとってはすごくいい問題だったかなとは思いますね。はい、えなので、まあ、私の,その選択科目対策講座ではもちろん論証集っていうのをお配りして論証をすべてやっていったところであるんですけども、まあ、正直その論証っていうのを覚えてなくても解けたとえ条文に忠実に書いていけば解けるような問題ではありました。はい で、えーまあ、ここの改正法の論点ですね、まあ、ちょっと見ていきましょう。えーまあ、どういう問題かというと、賃貸に至る地位の移転というところが、まあ、全般的に問われたっていう感じですね。で、あのまあ、ここの問題文の事実については、もうあの皆さんも読んでいただいているという前提でいきたいと思います。はいで、えー、説問1と2がありまして、まあ、これ、独立した問いですからね、えー、説問1からいきましょう。えー、まず、賃貸に至る地位の移転ですね。 これについて、B から承諾を得てなかった、まあ、未払い賃料を支払いまとめた、認められるか、理由を伏して論じなさい。はいまあ、これ、どういう事案を、ね、ちょっと整理しましょう。私の選択科目対策講座では、こういう、ね、あの絵を描いておりますけれども、事案としては、まず A と B さん、A さんと B さんが土地の賃貸借契約を締結したというところですね、土地です。はい、ここ間違えるようにしてください。で、その後ですね、 えまあ本件、土地の売買契約を締結して C さんにこの所有権がまあ移転したというところですね。はい、で、その前に時系列としては、賃借してあ、その後ですね、B は翌年7月に土地に家屋を建ててますね、すみません、えー、これの方が早いですね、えー、賃貸借契約を締結してから土地を借りて、 B さんはその借りた土地の上に建物を建てて B の登記をしておりますと。はい、でその後まあ C に移転してますね。まあ、こういう事案ですね。まあ、非常にだから典型的な事案ですねこれはねあの。もうこれは私の選択科目対策講座でもこの三角形の図面っていうのはもう何度もやってます論証集でもやってますのでこれは解けないといけないですね。はい でまあ、私の選択科目対策講座ではです、ね、皆さん、請求から考えてくださいっていうのをずっと言っているところであります。はいでまあ、これの請求としては何を言っているか、つまり誰が誰に対して何を言いたいかっていうところから考えてほしいんですけどね。えー、なので、これ、問題文を読むと、はい、C が B に対し、まあ、賃料の支払いを求めたが認められるかっていうのが一番の、まあ、請求の話ですね。こ、まあ、これがだから生の請求というところで C が B に対してまあ賃料を払えというのが生の請求ですね。はい、でこれをまあ法的な請求に置き換えると、賃貸借契約に基づいてまあ賃料を払えというまあ賃料支払い請求ということですね、はい。まずは請求から考えてください。でまあ賃貸借契約に基づくまあ賃料支払い請求なんですけども、 はいまあ、それが認められるための要件としてです、ね、まあ、これが賃貸借契約に基づく賃料支払い請求権というのがまあ法的な請求権ですけれども、まあ、あとは要件を考えていけばいいと。でまあ、要件としてはもちろん賃貸借契約を締結したこととかね、まあ、いろいろあるんですけども、ここね、まあ、正確に言うとその要件事実みたいなところがあって、まあ、これ全部挙げないといけないのかっていうと、そうではなくて。 えまあ今回、問題となるのがまあ賃貸人たる地位が移転しているかというところですね、つまり賃貸借契約が締結されているのはまあこれ当たり前で、ただこの人、賃貸人なのってことですよね。はい、まあ賃貸借契約に基づく賃料支払い請求なんだから、まあ、そもそも前提として C が賃貸人じゃないと、そもそもこれ賃料支払い請求できませんよね。なので、一番のメイン論点としてはそこですね、えー、この人が賃貸人かどうかという話になります。 でえー、ここでまあそれを論じていけばいいんですけれどももともとは A さんが賃貸人だったわけですよね、はい、なのでこの人に賃貸人たる地位が移転しているのかというのがまず一つ目の論点にはなりますよね、はい、ここはまあ土地の売買契約を締結しただけですから賃貸人たる地位も C に移転しますなんてことは一言も言ってないわけですよねここね、まあ、事実関係、えー、見る限りは何も書いてないで賃貸人の地位の移転については B から承諾を得てなかったって書いてますね だからこの人は賃貸人は C さんでいいですよなんてことも一言も言ってないとその時に C に移転するかという論点がありますね。はい、でこれはですね、あのーまあ、判例があって昔は判例の論証を書かないといけなかったんですけどね、はい、でも今はもう605条の2っていうところがありますのでそれをまあ書いていただければいいかなと思います。はい、で条のというところで、ねまあ、賃貸に至る地位 ここれがもう移転してるよよとですよね605条の2で、まずその不動産が譲渡された土地が、ね、も譲渡されてますから、それ時点でもう賃貸に至る地位は移転します、あのそこを留保してなければね、ね、はい、留保してなければ B に移転すると、この AC 間の間では、ですよ AC 間の間では C に賃貸に至る地位は、この土地の売買契約で所有権譲渡することによって C に移転するというふうにもう書いてますあの、条文上はね。 はい、不動産が譲渡されたいと、まあ、こういうふうに、あのもうほとんど、なんですかね、その条文書くだけなんですよね、これで、ね、も605のの第1項っていうところね、ここ、まあ、これ、譲渡されたっていうことだけでも、賃貸に至る地位は移転します、はいまあ、それを1つ書いてもらえればいいかなと思います。ただ、その賃貸に至る地位を B に対抗できるかというのは、また別の論点、別の話ですよね。 つまり AC 間では賃貸人たる地位は C に移転した。これはあくまで AC 間の話だけです。当事者間ではそういう話だという話だけで、それを B に対抗できるかはまた別問題ですね。はい、だからもう一つ、B にそれを対抗できるか、つまり俺が賃貸人だと言えるかというのはまた別の問題なので、それを書かないといけない。はい、でそれもまあ論点では昔あったんですけども、もこれ605条の2の第1項に書いてますよね。えー、条文に書いてます つまり、借借法10条の規定により、賃貸借の対抗要件を備えていればいいというふうにもう書いてあるわけなんで、じゃあそれを論じればいいで、それはもうここに書いてますよね。もう事実関係から、B はこの土地の借りた土地上に建物を建てて、B が保存登記をしてますよね、これ。はい。家屋を建築し、B 名義の登記をしているって書いてあるので、ここの事実関係を使って、 えー、これで借着火法上、これね、参照条文ってすごい書いてくれてるんですよね、非常にだから、えー、なんていうか、優しいっていうかね、もうこれで、これでだからね、もう分かるんですよ、ね、ほとんど、もう登記がなくても対抗できるっていうね、この着火法10条を挙げてくれてるので、えー、これを使って、着、え、地、ーまあ、上の上に自分の建物を建てでね、登記していれば、これ対抗要件を備えるっていうふうに、借着火法10条に書いてますから。はいえー、ですので、借地着火法10条を、 で対抗要件備えてますねだからこれで OK と、はい。だからこの人に対して賃,賃料支払いをまず言えるよと。まあ、賃貸に至る地位を対抗できるよということになります。はい、そこまでまず書いていただく必要がありますね、はい。なので賃料支払い請求権を今言えるということになりますね。C から B に対して。まあ、今の2つで。まずは譲渡されたで。あとは対抗要件を B が備えている。 これを2つ書けば C から B に対して賃料支払い請求ができるよと。ただ、ここで聞かれているのがもう一つありますね。8月に C が B に対して賃料を表すこの同月分の賃料、つまり8月分の賃料と4月分の未払いの賃料の支払いって書いてあるから、これはまあ場合分けしないといけないかなと思いますね。4月分と8月分、これどっちもできるか。はい ま,あまず8月はこれできるということになるでしょうね。えー、これは6月に売買契約を締結して翌月に移転登記してますから、まあ、7月には移転登記が完了してますよね。えー、なので移転登記後はもちろん賃貸人になってますから8月はまあ当然できるでしょうね。はい、7月に賃貸人たる地位を取得してますから登記を得てね。えー、なのでやっぱこう対抗できる地位を得てますからね。はい、なので、えー、これでいいかなと。 あとも、すみません、こっちの、えー、こっちの登記とこっちの登記も一緒ですね、すみません、ここも書いておいてください。C がちゃんと所有権移転登記をしたということも書いてくださいね。そうしないとまあ対抗できませんからね。はいえー、こっちはだから登記を、この上建物の保存登記をしていること。で、C は所有権の移転登記をしていること。まあ、この2つを書いてください。これはまあ条文に書いてあるんで、あのそれは条文を挙げていただければいいかなと思います。 でそれを書いたで、えで、7月に移転登記をしてますから、8月の賃料はもちろん当然できると、はいで。あと4月分はどうなるかっていう話ですよね。つまりこれ、移転登記する前ですよね。はい、2032年7月に移転登記してますから、4月分はどうなんだと。えー、これはできないと。結論はできないですね。つまりまここは、えー、まだ登記する前ですから、えー、登記する前のものは債権譲渡しないといけないと。 はい、つまり A から C に対して、債権譲渡しないといけませんよということですね。はい、ただ、A は C に対して債権譲渡したという事実はありませんので、これは C は B に対して4月分の未払い賃料は請求できないということになります。はいまあ、これぐらいですかね、えー、説問1は。はいえー、なので、非常にまああの条文を書けばいいだけの問題というところはありますね。はい で最後、ちょっと、まあ、4月分の話、これを少し再検証としてないからできませんよというふうに書くのが少しまあひねってやるぐらいですかね。はい、なので、そんなに難しくはないと思います。条文を単に丁寧に引いて要件を上げていけばいいというところになります。はい、では、説問2ですね。説問には、今度はです、ね、これ売買契約の際に C は賃貸に至る地位を A に留保するということが書かれております。 で次に、本件土地を A に賃貸することを合意したと。でまあ、賃料が支払われなかったので、債務不履行解除をしたと。これ以降、B は敷金を返してもらいたいということを言ってますけれども、2つ聞かれていて、まず B は誰に対して賃貸借契約の合意解除の話し合いをすればいいか。はい、つまり訴える、訴えるというのは、敷金返還請求権の相手方は誰ですかという話ですね。はいえー、合意解除 賃貸借、B は誰に対して賃貸借契約の合意解除の話し合いをすればいいか。あすみません、これは違いますね。これはあの賃貸人がどちらかということですね。賃貸人がどちらですかと。A、C、どちらですかという話ですね。で次が賃貸借契約解除後に B は誰に対して資金返還を求めればいいか。これが資金返還請求権の相手方ということで、2つ聞かれております。 はい、まず一つ目ですね、B は誰に対して賃貸借約の合意解除の話し合いをすればいいか、つまり賃貸に至る地位が誰かということですね、はいえー。今度はまず事案を整理しましょう、えー、今度はです、ね、A は C に対して土地の所有権を譲渡していますけどこれ、賃貸に至る地位の移転はしていないわけですね、留保してますね、A に。はい、A に留保をしている ということになると、これは賃貸人たる地位は A と C の間では移転しません。A が引き続き賃貸人になります。はい、この場合、どういう法律関係になるかというとです、ね、C が A に対して土地を賃貸し、さらに A が B に対して土地を賃貸しているという形になります。つまり、まあ、 賃貸借 C と A が土地の賃貸借で A と B が土地の転貸借という形になりますね。はいまあ、この三者間はそういうふうになりますえ。賃貸してさらに転貸しているという形になりますね、法律上は、はいで。この場合に AC 間の土地のこの賃貸借契約を債務不履行解除したということになっております。なんかね、これ、判例、あれ書くのかなと思ったけど違うようですね。まあ、それは あのー、違うみたいです。はいまあ、ここ、判例あるんですけどね、こういう点退尺のときに、ここが、あのー、債務不履行解除するとここがどうなるかみたいな話はあるんですが、それは聞かれてないみたいですね。はい、で、えー、次に B が、ここがね、A と C が、えー、債務不履行解除されたときに、B が誰に対して、このここのね、えーまあ賃貸、借りてるわけだから、B がね、えー、誰に対してこの合意解除の話し合いをすればいいかということですね。はい、つまり A なのか C なののかか C えー、つまり、貸主が誰なのかという話ですよね、はい。ここが合意解除された、あ合意解除じゃない、債務不履行解除された場合ね、はいえー、誰どっちなんですかという話ですね。えー、これ、解除前は A に留保されてましたよね、えー。賃貸に至る地位は A に留保されてたから、解除される前であればこの人に言えばいいんだけど、ここが解除されてるからどうなるかという話をまず書くと,ということですね。でこれはあの、まあ、これも条文がもうあるんで、6 0五条の2ですね、えー、第2項。はい これを引いていいいいてただければいいかなと思いますね、はい、これは譲り渡し人と、はいあ、まずね、留保していれば、まず前提として、これ、賃貸人たる地位を留保していれば、A に留保されるっていうのは書いてください、まず前提としてですね、はい、これも条文に書いてあります。でさらに次、譲り渡し人と譲り受け人の間の賃貸借契約がこれね、終了した場合は、これは C に移転するということに、条文上はなっております。 でですのでこれ債務不履行解除されたら、留保されていたとしても C に移転します。賃貸に至る賃金が。そうなると C が B に対して貸してるっていう状況になるわけですね。なので、B は C に対して合意解除の申し入れをすればいいということになります。つまり A が離脱するということですね、もうね、はい。ということになります。はい、なので C に言えばいい。まあ、これだけですかね。はい で次に、敷金の返還請求ですね。でこれは敷金契約、まあ、特約ですけども、それも C に移転したと言えるかっていう話ですね。はい、B が敷金返還請求権っていうのを有してますけども、もちろんね、後で明け渡し時じゃないと行使できませんよとかっていうのはあるんですけども、敷、まあ、金返還請求権を誰に行使できるかっていうことですね。はい。 この場合も605条の2の第4項というのがありまして、まあ、それをもう引いてもらえればいいということですね。はい、これが第2項、公談の規定により、賃貸人である地位が譲り受け人に移転したという場合は、敷金の返還にかかる債務は、譲り受け人である C に承継されると、これが605条の2第4項に書いてありますので、こっちに承継されるよというのをまず書いてください、敷金債務がですね。そうするとまあ B は基本的には C に対して 資金返還請求をしていくということになります。はい。ここまではよろしいですね。ただまあ少しひねりがあって、はい。これが問題文の事実を読むと、これがよ500万円の資金を交付してますよね。はい。ただこの人は4月分は賃料未払いなんですね。はい。 3月から5月の間に海外旅行で出かけていたから、4月分に対しては20万円、まだ未払いの状態だったと、はい、ここがちょっとひねってあるぐらいですかね、はいまあ、そうすると、この人は500万円の敷金を C に対して返還請求できるのかというところも論じてください。はいまあ、ここがちょっとひねってありますね。でここはです、ね、さすがに未払いのまま えー、この人が、えー、全部500万円こっちに、ね、移転されちゃったらこの人って20万円取りっぱぐれることになりますよね、A が。はい、500万円こっちに全部債務移転、えー、なんですかねその、あれだったらね、そうすると20万円分はこの人、敷金,金からやっぱり確保したいわけですよ、未払い賃料をね、A さんは。えー、なので 基本的には、えー、これ、ここを書いていただければいいと思いますね、622条の2っていうところで、えー、未払いの賃料を担保するものであるから、えー、全額を承継する当事者間の合意等がなければ、敷金は未払い賃料には当然、充当されるとで、その残額は新賃貸に承継されると、まあ、ここは条文はないので、ここはちょっと書いていただく必要はありますね。はい、まず払払いいい賃賃料料、えー、これがが、えー、を担保するっていうのが資金の金 一つの法的な性質ですから、20万円、この人は払ってないわけだから、500万円のうち480万円はこちらに移転すると、はい、債務としてはね、はいで。この人は20万円を充当して、これでもう抜けていいよという話になるわけですね。はい、なので、480万円の敷金返還請求権ができるよということを書いていただければいいかなと思います。はいでまあ、最後に これはまあ別に書かなくてもいいんですけどね、これは聞かれてないんで、あのまあ、いつじゃ返還請求権、返還できるかっていうと、これは622条の2第1項、第1号によって、本件、土地の明け渡しをしたときにできますよと、はいえーまあ、B がね、これ C に、あ、そうです、C ですね。はい B が明け渡しをしたときにできますよというのはまあ最後に書いてもいいでしょうね。これは判例があったところであります、明け渡し施説という判例がありますけれども、それももう条文に書かれてますので、条文を書けばいいだけという話ではございました。はい、ということで,です、ね、あの非常にまあ取り組みやすい問題だったというかね、あのなんですかね問題文、条文をまあ忠実に挙げればいいだけと。 いう問題で、したねで、まあ、ひねってあるとすれば、この4月分の未払いの賃料がどうなるのかっていうところと、あとは、敷金全額500万円を返せって言えるのか、C が、A、未払いしているのに B がね、まあ、A が賃貸人だったときに20万円払ってなかったと、それでも500万円、この人の C に払え、まあ、返してって言えるのかっていうまあとこだけですね。はい あとはもう全部条文に書いてあるのでそれを拾っていけばいいだけだったという問題ですね。はいえー、というところで非常にまああのやりやすいというかね勉強していればまあ取,れ取れる問題ではありましたね。えー、なので、えー、非常にまあいい問題だったなと思います選択科目としては非常にいい問題、はい、あの勉強していれば取れるし勉強しなければ取れないというちゃんとした問題だったと思います。はい 来年以降もですねおそらくこのレベル間で問われるからやっぱり民法選択科目として民法を勉強していくというのは非常にいいと思います。はい、ではですねちょっと早いですけれどもこちらで令和4年の便利試験選択科目民法本試験分析会を終了したいと思います。お疲れ様でした